どういう可能性がこのデザイン画から生まれるのか、これを衣服にしたらどうなるのかっていうのをすごく意識してました。今やっぱりその物がいいから買う時代ではないっていうところ、ブランドとしてしっかり羽ばたける可能性があるか、東京を表現していけるデザイナーになってほしい。ものではなくて関係性としての服、こととしての服って何だろうか。作ったものが誰に届くかっていう視野の広さ。目が見えない人にデザインしようって難しいので、ぜひ友達ごと化してもらいたくて。楽しみでワクワクすることですごく期待しています。今の時代にはすごく必要なこと。改めて本当こうファッションの力、本当必要なんだなっていうのを感じました。一枚の中でどれだけこう伝えたい内容が分かりやすく詰まっているかってことが一つの基準になっています。デザイン画だけだとどういった素材なのかとか、どういう布の落ち感なのか、触り心地なのか、が全然伝わってこない。でそれを伝えるための、まあ、補助としてやっぱり自分でトワルを作った時のこう写真が貼ってあったりとか、その素材が実物が貼ってあったりとか、自分でこう小さなこうサンプルを作ってみたりとか、まあ、そういうものが入っている方がまあ分かりやすいし、まあ、その人の本気度も伝わってくるというか、やっぱりそういうものを中心にピックアップしています。そのデザイン画ってその形とか色とか、あの最終の服の形を見ているわけではなくて、まあ、なんかどういう可能性がこのデザイン画から生まれるのかとかを結構見てみたいなというふうに、ワクワクするものっていうのをまあ選んでいるので、まあ、もっと自由にこうあの A4 の紙の中であの表現したらいいんじゃないかなというふうに思いました。絵がうまくなくても作らせると結構おおっていうものを作れる子って結構いるなと思ってまして、なのでまあできるだけデザイン力、まあ、デザイン画の描く力だけではない、まあ、コンセプト、テーマ、もしくは、まあ、うまく伝えられないのであれば、まあ、文字で書いていたりとか、まあ、テキスタイルを貼ってたりとか、まあ、そういったことを全もう総合的に見て、できるだけ絵のうまさだけでは選ばないようにっていうのを一番意識して選びました。まあ、いろんなところにヒントって隠れてると思うので、まあ、僕の学生時代もそうだったんですけども、まあ、常にこれを衣服にしたらどうなるのかっていうのをすごく意識してました。おそらく常にこう想像する力っていうのが結果自分の想像する力にもつながってきますので、まあ、日頃日常生活をいかに想像していくのかっていうのをポイントに持っていくと、いいアイデアも浮かんできやすいのかなと思います。普通のコンクールと違ってフリーとインクルーシブって2つの部門に分かれていたので、その違いとかどう自分の考えを変化させるっていうか、それに適応させるかみたいではちょっと悩みながら初めてデザインが見せていただいたんですが、結構難しいなと思いました。こういうものが多いなとか、なんかあみんなこの辺のものに今傾いてるみたいなこと感じること多いけど、私今回はあんまりそれ感じてない。今までないものとか本当に新しいものを作ることは無理だけど、なんかあこういう若い人がでもこれが好きなんだなみたいな、なんか引きつけるものが欲しい。
ぱアートが貢献できるとしたら問いをこう新たに生み出す力とか、あるいは本当にまあ、ファッション学んでてそこで当たり前だったことに対してさえ疑問を投げかけていくというか、普段考えない視点とか、なんか概念そのものから見直されるようなこうワークショップだなって思います。コンセプトがこうだから素材をこうするとか使うものをこうするっていうことを今日おっしゃっていたので、その学んだことは生かせそうかなと思います。そのファッションデザインというともう明らかに物としての服を最終的には作らないといけないんですけど、ここではその物ではなくて関係性としての服、こととしての服って何だろうかみたいなことを考えてもらうことで、じゃあ自分が作るものの背景にはどんなことがあるのかっていう、なんかそこを考えて作品に生かしてもらう機会にしてもらえればなと思ってます。今回のワークショップはもう人生の中で例えば障害がある方と出会ったことがないけど障害がある方のためのデザインをしたいとなった時に、デザインの段階で当事者と出会うことですり合わせをして機能面もデザイン面もいい塩梅のデザインができるといいなということで、出会う場としてワークショップをやります。やっぱり学生の時からインクルーシブデザインっていうことを知ってもらうということと意識してもらう、で我々をこうしっかりと見てもらえるっていったところで、いろんな障害を持った人たちを呼んで今回は学生たちと一緒にコミュニケーションを取りました。小学校の時にその目が見えない人のなんか体験みたいな感じでアイマスクをして階段登ったりとかしてたことがあったので、なんとなくもし目が見えなかったらこういうのが不便なんじゃないかなみたいなのを想像してデザインはしてたんですけど、その実際にその目が見えない方とその話してみて、まあ、自分が想像していたとことは違ったとこにまた困ってただなっていうのに今回気づくことができました。着替えをやらせていただいて、障害のある方、その当事者の方だけのことを考えてたんですけど、それを補助する介助者の方がその脱ぎ着させやすいっていう、そういう視点も自分にはなかったなと思って、そういう目線でも考えて、次の実物制作に向けて頑張りたいなと思いました。結構自分ごと化するって難しいんですよね。できっと学生さんたちが自分ごと化して何かこう車椅子の人にデザインしようだとか目が見えない人にデザインしようって難しいので、ぜひ友達ごと化してもらいたくて、自分の友達に着せるんだったらとか自分の友達に着てもらうんだったら、自分の友達と一緒に街を歩くんだったらどういうものがいいかっていうようなイメージで作ってもらえるといいなと。作ったものが誰に届くかっていう視野の広さが広がるといいなと思っていて、なかなか出会わないとその人の顔って思い浮かばないと思うんですけど、一度出会ったら、例えばあの人車椅子に乗ってたからこういうデザインだったら生きるかなとか、あとは例えば視覚障害の人だったらこういったテキスタイルだったらなんかこう分かりやすいかなみたいな、出会ったデザインとあと出会った人とのマッチングっていうのが活性化されるといいなと思うので、なのでいろんな人と出会っていろんなデザインの幅を聞かせてほしいなと思います。このワークショップでは、ブランドの根幹にある、コンセプトとテーマを、まあ、アンリガレージがどのように作り上げてきたかというのを、実際に、洋服とともに見せて、で今、デザイナーを目指す参加者たちが、まあ、自分の中にある、言葉にならないものを、まあ、しっかりそのコンセプトとして、どう導いていけるかというところを、伝えていけたらと思います。
まあ、様々な視点からデザイナーとしてよりもそのブランドとしてしっかり羽ばたける可能性があるかというところを、加味して審査をできるので、まあ、本当に日本にそういうブランドが出てくるっていうことは僕たちにとってもすごく明るいことですし、まあ、そのために今あのパリ、まあ、その世界で、ブランドを今続けて戦っている、まあ、自分が何か、気づきを与えられることがあればあのそれを与えたいと思って、参加をしました。めちゃくちゃ学べることがもう本当にあって、なんか例えば、まあ、日常と非日常っていうこともまあそうなんですけど、どのようなあの発想を使ってそのクリエーションしたりとか、まあ、テーマとコンセプト、まあ、服への消化の仕方だったりとか、まあ、そういうのが、知れたっていうのがもうすごいプラスで嬉しかったです。講義を聞いてなんかもっとこう変えなきゃいけないなっていうこととかがたくさん自分の中で見つかったので、あのそこをもっと突き詰めていきたいと思ってます。役割としましては記事のアドバイスだったり付属に困っている学生さんにこうアドバイスをしたりっていうことをメインで行っております。まあ、もちろんその服の経験がない方でもこうしっかりサポート体制が整っているので、皆さん自分のやりたいことをもっとどんどんやっていけたらいいなというふうに思ってます。すごいやっぱり若い方のエネルギーとかを感じるんですけれども、一点にかけるそのデザインにしろ仕様にしろ気持ちみたいなのがすごく出てるんで、逆にこっちの方が結構刺激を受けるんですよ、この回って。私たちのハットの話でこう思いついたこととかひらめいたことが本当にそのまんまこうお洋服となってね、あの実現できることを期待してます。はい、テーラードのこの切り返しの部分で全部ラベルごと取り外す仕様のついて、まあ、ボタンの仕様とかとか、まあ、そういったところを聞けたのが一番大きかったなと思います。スリットの入れ方とか、上品なスリットの入れ方、歩いた時に美しく見えるようにとか、あとは、まあ、この色の赤にどういう色を重ねていくかとかいうのも結構目で、ちゃんと確認できて、それを今度自分でつなげていこうかなって思いました。もう本当にあの今回コンテストに応募されて皆さんのデザインって、まあ、我々のその既成概念では思いつかないようなデザインばかりなので、本当にそういった着想を大事にしながら今後も頑張っていっていただければと思います。私小売という立場ではおりますので、共通して全員に投げかけた質問があって、それはどういうお客様に来てほしいですかと。あの作品の説明にあたって、まあ、ディテールから入ることを、ちゃんと社会の中のファッションという位置づけから文脈を作ってしっかり説明する、まあ、2パターンの方々がいらっしゃったんですけども、最後販売まで設計していく、いる先、来たお客様、いるシーンだったりを想像しながら、やっぱ考えていくにあたって、今やっぱりその物がいいから買う時代ではないっていうところがお客様視点での、物を見る 目線であるとすると、やっぱり社会性だったりとか、その中でどういうシーンを想像するか提供するかっていう考えをしっかり持ったデザイナーは素晴らしいなと思いました。普通のようで普通ではない服、当たり前のようにありそうだけど、まあ、ちょっとないよ服っていうのにしたくて、まあ、そのいろいろこう迷った中で、なんか一番最初に考えてたものが良かったって思ってこれにしました。あの触った時の感触と見た目が違うものを作りたいなと思ったので、なんかちょっと触った感じが違うっていうのを作ったんですけど、ファッションのコンテストなのにひたすらアクリルに穴を開けてました。中身とかも全部自分で作ってて、まあ、それがすごい大変だったことです。やっぱり、まあ、この刺繍とかもそうだし、まあ、これも、まあ、ぬいぐるみみたいな感じで全部塗ってて、まあ、こういうのも色塗ってたりとか、
そういう、自分らしさみたいなのを、表現するために全部手作りで作ったので、そこが頑張ったポイントだと、大変だったポイントですかね。そのコンテストになんか通ろうとするデザインじゃなくて、それ自分の作りたいデザインをが通ってそれを作れたことがとても楽しかったし嬉しかったです。これ一つが3層になってて360個ぐらいを制作していかないといけないっていうのが一番大変でした。ゴムで縫ってるんですけど、生地面積がすごい少ないんですけど、作るのすごい時間がかかって、それがなんかただひたすら同じ作業をしてて、ちょっと大変だったかなっていう、個人的には満足いく、作品出し出来なのかなっていうふうに思ってます。そのほころびっていうものをテーマにした、ほころびの美学っていうことで、未完成をいかに美しく完成させるかっていう、なんか一見矛盾したようなことを、この服を作る中で、やってきたのがすごい大変でした。壊れかけだったり壊れたものの美しさ、うまく作品に落とし込めたのかなって思います。早い段階でなんかテキスタイルの表現とかは、大体形にはなってたんですけど、もうとにかく一本一本をこの穴に通していくっていう作業がとにかく時間かかって、やっと完成できたので本当に皆さんに感謝したい。その本番の生地としてオーガンジーを扱う大変さと、プリーツ加工も初めてプリーツ加工のものを服にして作ったんですけど、その縫い方だったり、その普通の服を作るよりも本当意識しなきゃいけないのがこんなにたくさんあったんだっていうのを今回初めて経験することができて、この期間でゴルック作ろうっていうのがもう一番大変でした。私はこのコンテストを通して初めてレーザーカッターを使ったんですけど、一つ一つを東京都の形にしたり、今までやってこのコンテストならではのことをできたのがとても経験になりました。さまざまな民族の柄を使ったパッチワークを使用して、多様性のある社会を再現する服をデザインしました。いろいろな国の生地を探して、つなぎ合わせて、考えながら縫ってる時が楽しかったです。この洋服は着てる人の呼吸のリズムでこのライトが光るっていうデザインにしていて、縫製の上ではこういった隙間を開けるためにどうパターンで作るかっていうところはもう何回も繰り返しましたね。あとやっぱり呼吸でどう光るかっていう、そういうプログラミング系は彼らは何回もトライアンドエラーでやってくれたと思います。ゼラチンと粉寒天とグリセリンを混ぜて土に還る生地を作るっていうところから始めて、失敗が多く大変だったんですけれども、徐々にこうステップアップして和紙に自分のグラフィックをプリントして、その上に先ほど申したバイオの液体を浸して加工をしたものですね。服を切らないで服を作りたいってなったのがきっかけで、そのダーツだけで服を作るっていうところに至ったんですけど、どうしても手引きでやらなきゃいけなかったりとか、障害がいっぱいある中でやっていったのと、全部環境に対して意識した服作りになってるところがポイントです。絵だと最初インスピレーションから絵で入って上下逆にしようってなったんですけど、実際に服に上下逆にしていくっていう、どうやって着るんだろうって考えるところから実際作るまでにすごい苦労したんですけど、充実した制作期間になりとても良かったと思います。そのこだわりとして糸を普通の買ってきた糸をそのまま使うのではなく、一回染めてちょっとグラデーションにしてあえて染めて、作っているところです。やっぱりデザイン側と違って実物になると、審査もすごい楽しいというか、直接会話して説明してもらうっていうのはすごくこう何を考えて作っているのかとかより知れて、すごく楽しめました。デザイン画から実物に至るまでこういろんなこうプロセスがあったんだなっていうのを
垣間見れて、その学生の人間性とか、まあ、なんか服に向き合 こう考え方みたいなことも結構なんかこう審査する上で、まあ、改めてなんか重要だなっていうふうに感じました。東京都のコンテストであるとか、東京という名前を背負ってあるコンテストなので、そこの意味をどこまでデザインに反映するか、それがやっぱり大きな分かれ目だったと思います。このコンテストが何を自分に求めていて、つまり東京を背負っていってほしい、東京を表現していけるデザイナーになってほしいという思いを私たちは主催者の方は持っていると思うので、まあ、それを超えていこうというところがあるかどうかっていうのが得点の差に出たなと自分の中では思います。昨年より非常に見応えのある作品が多かったなという印象があります。特に僕はその専門にしているという分野もありますので、ちょっと一人ずつ、どのような障害を想定されて、どのようなデザインで解決されているのかというのを丁寧に聞かせていただきました。やはりそこのテーマとコンセプトと、どのような障害なのかというのが非常に軸が通っている作品というのは非常に完成度が高かったという印象を持っています。重なってる生地のところに座ってしまうと血栓になってしまって、圧がかかって血栓になってしまって、それが脳に行ってしまうなど、そういうお話を聞けたので、それがないようにデザインから15センチぐらい上に上げることで、ここを折ってスナップボタンで留め合わせて、ここを座っても、車椅子に座った状態でこの生地を踏まないような、気持ち的にも安心できるようなデザインにグレードアップさせました。ファスナーをやっぱりたくさんつけるデザインだったので、ファスナーの特性を生かしながら、生地の特性を見ながら、その縫製をしながらこだわりました。できる限りのことはやれたので、精一杯やれたと思ってます。最初展示をリベットにしようと思ってたんですけど、審査員さんからのアドバイスで、実施企画に沿ってピンセットでこう模様を作ったんですけど、その時すごいその企画通りに並べるのがすごい大変でした。そのアドバイス会に行った際に、このリボンだったらもっとのっぺりしないでこう立体感が生まれるなって思ったのと、この影を入れることで何か違って見えたり、本来のものとはちょっと違く見えるなっていうのを工夫してやってみました。周りに普段車椅子の方がいなかったので、全然どういう悩みを持ってるかっていうのを全然知らない状態で応募したんですけれども、実際に話を聞くことですごく勉強になりました。こういう悩みを持ってるんだっていうのを聞くことで、どういう仕様にすれば悩みを解決できるかっていうのを考えるのがすごく難しかったんですけど、勉強になりました。はい、短い期間でどうやってそのデザインをちゃんと具現化するかっていうのがまず難しかったなっていうのと、あとそのデザインが通りにただ作るんじゃなくて、そこからより良くなるために、その短い期間でどれだけ自分ができるのか、なんか実力を試されたような気がしました。今回なんですけど、ワークショップを通じてやっぱりこう自分たちの中で考えているものって限界があると思うんですけど、実際の当事者の方だったりとか、そういった声を聞くことで、よりこうやっぱこうした方がいいんじゃないのかとか、こっちの方が安全性が高いんじゃないのかという、そういう考えがたくさん出てきて、すごく勉強になりました。こういった柄の配色のニットを取り扱うのが初めてで、そうですね、非常にこう配色のバランスに困ったり、あとはニット その素材の選び方、僕はコストをかけないために古着をリメイクして作ったんですけど、そういった工夫する点についてすごく考えました。触ることってすごい大事っていうことを教えてもらって、三角形を切って叩きつけて、キルティングの加工もして、触り心地とか着やすさっていうのも大事って言ってたので、生地も柔らかいスポンジのような生地を使って変えてみたりした部分がすごいあって勉強になりました。一番最初に考えていたデザインからワークショップを経て、
少しずついい方向にデザインを変えていくことができました。あと当初は考えてなかった褥瘡を防ぐという点でこのパンツボトムスのパターンを試行錯誤したことが、頑張りました。今回頑張ったことはニードルパンチで服を作るというのが初めてで、リバーシブルと前後がない服を作るのが初めてだったので、さまざまな方に手伝ってもらってひたすら手作業をすることがとても大変でした。今回は私自身の聴覚過敏という障害をベースに制作したので、ある意味私のためのオリジナルのお洋服ということで、そこをこうどう消化していくかというのをすごく試行錯誤いたしました。お尻の形を立体的に取ったスカートを初めてしたんですけど、結構難しくて、どこにダーツを入れればいいのかとか、座った時にちょうどいい位置に来るようにして、こういう服を作ってみて車椅子ユーザーの方のお困りごとを解決できるような服が最終的に作れたと思うので、すごく勉強になってコンテストに参加してよかったなと思いました。クッションが入っている状態の時の、形、全体の形と抜いた時にどう見えるか、動き方とかどう見えるかっていうのをすごく研究していたのと、本当に当事者の方の声を聞いて、機能性もバランスをよく取れるようにっていうのをすごく重視しました。麻痺の人が服に対してどう思ってるのかっていうのを結構ネットとかで調べたりして、空きがあると結構袖が通しやすかったりするので、ここも空きで袖が通しやすかったり、脱ぎも結構しやすいようなデザインを取り入れました。なので実際には患者の声っていうのを大事にして作成しました。二次審査はその通常の、自分の表現したい世界を表現するということにとどまらず、やっぱりこの先に対象者がいて、その対象者から引き出されたものや対象者と対話した結果生まれた課題というのを、デザインに落とし込んでいる方が非常に多くて、デザイン科では感じ取れなかった、アップデートをすごく見ることができました。去年と比べてレベルがアップしてるなと思いました。都の方も完成形を一度見せていただいたのがすごい感動しました。インクルーシブ部門を作っていただいたってことで、障害当事者としてはやっぱりすごくありがたく思います。ファッションって難しいなと思う局面がすごく多いので、ただインクルーシブ部門でいいものを作ったら、それがやがて一般化されて普通の人たちも助かるような、そういうデザインが生まれてくるっていうのはすごく期待しています。このコンテストがこれから世界羽ばたくファッションデザイナーがどんどん出てくる登竜門になっていただきたいなって、なのでこの審査過程を通じて、その学生さんたちが成長する姿を見せていただけることが私にとってすごく楽しみでワクワクすることで、今後期待できることです。